こんにちは、コスケです。今、成田空港にいるんですけど、これからね、福岡に行って福岡にいるフリーランスの友達に会ったり、軽くワーケーションしたり、ご飯食べたり、何台かんだりしていこうと思います。で、僕の乗る飛行機が8時50分発なんですけど、今、ちょうど時間がですね、9時2分というところで、僕が乗る予定だった飛行機がちょうど10分前ぐらいに旅立ちました。はい、乗り過ごしました。なんか飛行機乗れないってなくて、30分前ぐらいに全部の手続きを終わらせないといけないっていうのも知らなくて、20分前ぐらいに空港に着いたらもう乗れませんよって言われて、あ、そうなんですねって、はい、10日発ぐらいのものに乗り換えさせていただきました。まあでもフリーランスで、ね、やっぱこう時間とか場所とか選ばないからこそ、こういう時の切り替えが結構自由だったりするので、まあ福岡のランチの予定は1個なくなりましたが、まあせっかく成田空港にね、2時間3時間長くいられることになったので、最初はね、成田空港を軽くブラブラ散歩してから福岡行こうかなと思います。というわけで、急遽まずは成田空港ブログから始めますが、では行ってきます。フリーランスでチームを組み、3泊4日でビジネスの企画提案までチャレンジ、東北フリーランス合宿、詳細は概要欄。今は成田空港の第3ターミナルにいるんですけど、第3ターミナルはこういうフードコートがあるくらいですね。第1ターミナル、第2ターミナルほどの広さはないのかな。まあこんな感じです。一応こういう作業ができそうなスペースもあるので、ちょっと後でこの辺で作業しますか。ちゃんとコンセントもありますね。ちょっと歩いてたら外貨両替コーナーを見つけたんですけど、実は僕数年前に台湾に行って、ずっとこう両替しきれてない台湾元がいくつかあったので、これちょっと数年ぶりに日本円に変えてみようと思います。はい、両替してきました。台湾ドル200ドルで821円。まあ、大体僕が、ね、台湾に行った時も台湾ドル1ドルで4円みたいな言われてたんで、まあ、その頃とそんなに変わらないですね。うん、ずっと使えないお金が僕の財布にあったので、ようやく現金化できてよかったです。で、あとなんか紙幣しか両替できないらしく、硬貨はね、台湾でしか両替できないって言われたので、残った硬貨は隣にあった日本赤十字社の貯金箱に入れておきました。はい、というわけで朝も早かったので、朝ごはん代わりにフレッシュネスバーガーを買ってきました。これ食べながら、まあ、コンセントもあったので、軽く成田空港で作業をしてから福岡に向かおうと思います。ではちょっとだけ作業していきます。はい、で今日日曜日なんですけど、僕は毎週日曜日にこうやって1週間分のスケジュールを組んで、あとはそれ通りに動いていくみたいな形でやってたので、まあ今日はまずはこの成田空港にいる間に1週間分のスケジュールを組みましたという感じで、まあここでの作業は終わったので、ぼちぼち搭乗口に行こうかなと思います。今度はしっかり間に合いました。まあまだ出発まで1時間ぐらいあるので、ちょっと中でゆっくりしますか。まあ1時間あるというか、本来だったらもうこの時間福岡に着いてるんですけど、なんかこう見ると国内線ですけど、結構外人が多いですね。まあ、やっぱ日本外国人旅行者増えてるんですね。ちょっとね、全席使われちゃってますけど、こういう個室っぽい場所もあって、意外と搭乗口前でも、作業ができる場所がありそうですね。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。こんにちは、ご招待ありがとうございます。福岡行きまーす。はい、というわけで右翼に立って福岡に着きました。で、とりあえずね、ランチを断ってしまった話に電話してみようと思います。はい、あ、もしもし。着いた、ごめんね、遅れて。あ、いいよ、あ、全然ちょうどね、さっきまで、さっき言ってたそのお姉さんたちご飯食べてからちょうどよかった。あ、そうなんだ。今、到着口のさ、荷物も取ったその出口らへんで待ってるんだけど、もう出てきた？俺出てきてるよ、到着、北口かな。もう一個もだったかな。あー、違う、反対側いたわ。反対側いた？エスカレーター下った改札下で待ってて。エスカレーター下った改札ね、OK。頑張ってね。分かった。はい、はい、まあ、特に怒ってもなかったんで、フリーランス皆さん自由だからね、まあ一件スケジュールがリスケだったぐらいじゃもう言わないです、まあ、僕の周りだけかもしれないですけど。じゃあ合流していきます。見つけました。
Hey. Hey. Yeah. 飛行機乗り過ごしました。イエーイ。すごい。はるちゃんとはるさん、はるちの、はい、イエーイ。すみました。本当だよ。本当だよ。マジで初めてだ。マジでよ。え、この後はどこ行く？一旦ゲストハウスに行く。ゲストハウス、じゃあゲストハウスに行きましょう。イエーイ。到着。はい。イエーイ。到着。入りましょう。3です。はい、もう一人なんか見ちゃってます。じゃあ5時からでもドライ、はい、5時から飲み会なんで、とりあえず作業とかチェックインとかしてからまた飲み会行きましょう。え、イエーイ。なんか出入り来たなんか街をね、屈強な男性陣が下半身丸出しで歩いてるんですけど、山笠というね、福岡の有名なお祭りらしいです。まあ、飲み会に行きましょう。ちなみにタクシーが捕まらず遅刻気味です。はるちゃん。急ぐか。OK。カメラです。あとで勝負の分は撮るよ。すいません。二次会行きましょう。行きましょう。行きましょう。福岡の夜長そうなんで頑張ります。行きましょう。福岡でできた友達です。福岡最高です。福岡最高です。福岡じゃないけどね。これあ、違うの？三回。福井からわざわざ来ました。二次会終わりました。イエーイ。いろんな友達できました。一日目終了。また二日目。バイバイ。バイバイ。バイバイ。飲み会後はカップラーメン食べた方が次の日の酔いが残んないので。関西どん兵衛食べて、寝ようかなと思います。はるちゃん一日お疲れ。おやすみ。バイバーイ。おはようございます。2日目の朝です。時間としては、10時58分。今日はリザムが10時半まで寝ていました。まあこの福岡来る前に4泊5日の東京出張をしていたので、結構ね、久しぶり体を疲れていた、久しぶりに目覚ましなしの朝を迎えたところを10時半まで寝た感じです。で、今日は午前中軽く仕事をして、午後から福岡のフリーランス仲間とカフェで作業する予定なので、まずはそこまで作業していきます。じゃあやっていきます。よろしく。イエイ、アレックス、イエイ、OK、じゃあ頑張ります。午前中の仕事終わって、あのカフェに行こうとしてるんですけど、あのお祭りの準備はね、されていて、すごいですね。調子が良ければ、そちらの祭りの撮影もしていこうかなと思います。じゃあとりあえず、僕から友達に会いにカフェに行きます。はい、友達と合流したんで、地下街に行こうと思います。ありがとう、建向かい。これはすごいわ、面白い。仙台にはない。全然人いないよ。あ、ない、これ一つくらいの。建向かいは福岡来て何ヶ月目ぐらい今？ 2 ヶ月目あ、そう。じゃあご飯行きまーす。はい。博多なのでもつを食いに来ました。ありがとう。動画出なくないの？OK、じゃあ食っていきましょう。うい、おいしそう。じゃあまずいただきます。油っぽい。そりゃそうだ。博多のもつはニンニクが効いてました。いい感じのカフェがあったんで、ここは軽く作業していきます。はい、福岡のフリーランス友達の朝日さんにも来てもらいました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ、お疲れ様です。まあ僕を通じて福岡でもフリーランス同士がつながってくれて嬉しい限り。じゃあ7時ぐらいまで作業していきましょう。作業飽きた。あ、そう。じゃあ頑張ってください。朝日さんは何の作業するんですか？作業します。何の作業？ちょっと編集。お、動画ですね。OK です。あ、朝日さん、福岡移住の YouTube やってるので、興味がある方は、ぜひ概要欄見てみてください。
ではまた。お疲れ様でし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 た。お、さんこんばんは。こんばんは。作業お疲れ様でした。じゃあまたここからもつ鍋食べていきましょう。道案内に Google マップの調整をしてる朝井さん。辻さん。サービスショットね。じゃあこれから居酒屋に行こうと思います。あ、あるっちゃある。スケさんとツーショットは？あ、ちょっと映ってる。はい、じゃあ横須賀福岡へ乾杯。はい、乾杯。イエーイ。取れ高 OK。持ってる持ってる。あ、そう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 。あ、はい。おーい、ありがとう。いただきます。昼だ味噌で今が今そっちは醤油。醤油ね。でも醤油の方好きだもん俺。うん、さっぱりしてる方が好きです、ね。うん。豆腐。なんだ。俺のチャンネルなんだよ。笑ったらくれるよ。俺のチャンネルなんだよ。おい。言って申し訳ない。いい国際カップル。フリーランスね。何でも自由ですから。フィリピン人とか。何してんのこれ。本日2度目の締め。美味しいです。どうですか、辻さん。うまか。うまか。デザートでーす。はーい。慣れたよね。My job now? No, no, yeah. No job. No job? Oh, still there. No? Income. Income? Oh, now before working? Working? Ah, oh, before working? Oh, money. Ah.Yeah. Oh, yeah, yeah. And now, only 旅行。Only 旅行。Wow, it's so good. Yeah, yeah, very good. It's so good. 二次会来ました。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。ありがとうございます。ありがとうございます。朝日さん結構僕のチャンネル出てますよね。今思うと。毎回東京やったけど。そう、福岡で。辻さんも初登場ありがとうございます。ありがとうございます。多分この瞬間動画みんな見出してる。いやそんなことない。じゃあ飲んでいきます。2日目ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。福岡の優しい方々に囲ってもらいました二次会は。いや福岡来ていただいてありがとうございました。いやとんでもございません。いや福岡めっちゃ楽しいです。福岡です。ぜひぜひ。多分長期でまた滞在することもあると思うので。もうそのまま移住しましょう。移住はしないです。九州フリーランサー。東北フリーランサーで。もう法人化もしたし。しょうがない。じゃあ。2日目はここまでで、3日目行きましょう。では、お疲れ様です。おやすみなさい。バイバイ。3日目、晴れました。イエーイ。今日の予定は、午前中は仕事して。そうですね、仕事して。まあ、お昼はなんか、福岡のおいしいご飯食べて。うん、食べて。ここはなんかどっかしら。糸島か、大田市天満宮か、福岡タワーとか。はいはい。まあ、ちょっと、はい、一緒に。いいかなと、はい、はい、いいね、じゃあそんな感じで3日目いきます。バイ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 。今さですが、泊まってるゲストハウスは福岡のハイブっていうところです。ハイブです。で、今このね、外の席で朝ごはん軽く食べながら作業していこうかなと思います。はるちゃん、朝ごはん何？は、納豆巻きと、はい、大好きやね、納豆巻きとお味噌汁。はい。さ、日本人。あ、猫。僕は、スーパーでたまたま見かけて美味しそうだなと思ったベーグルとお味噌汁で、まあここでね、天気も晴れたので外で仕事していこうと思います。仕事も一段落してお昼ご飯に行こうよと思います。はい。はるちゃんもお化粧もしたので、今日はどこのお昼ご飯行くんですか？今日は意外と福岡ってあの隠れ名産で、うんうん、うどんが有名で、うんうんうん、噂には聞いた。そう。まあっていう有名な福岡のうどんがあるので、めっちゃ柔らかいという噂なんでね。麺がね。まあ、食べていこうかなと思います。じゃあ行きましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイじゃん。おい、うどん届きました。うどんとカツ丼とおはぎで880円。安いね。食べましょう。美味しい。まだ来てないでしょ。いただきます。
うん。うまこ。うまい？うまい、うまいし、やわらかいね、本当に。あ、麺が。うん。うん。歯じゃなくても噛み切れる。でも美味しい。よかった。みたいな。ふわふわ感。よかったです。はい、なんととろろ昆布取り放題ということで入れていこうと思います。これ珍しくないだって。確かに。だよね、あんまり見たことないかも。やばいやばいやばいじゃあ収集つかないでカメラ一回止めます。九州大雨警報出てたんですけど、だいぶね天気も回復したね。そうね、よかった。こっからはまた太宰府天満宮。そうだね、せっかく晴れてるからちょっと外人たちとね、一緒に行ってこようと思うので、じゃあ、行ってきまーす。イエーイ。太宰府天満宮着きました。イエーイ。春子とジョージ日本の文化を楽しませようと思います。イエーイ。楽しみましょう。じゃあ、行ってきます。有名なスタバらしいです。めっちゃおしゃれ。なんかね、通り全体的にも和の文化が伝わりますね。ちょっと外人と喋ってて日本語が忘れてきましたが、でも綺麗です。とりあえずちょっと回っていきますか。この牛の角を触るとここに駅がある。そう、タッチザフォンパワースポパワーパワーザ。 OK、 牛 is Englishカウ、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 オッケー、だって、だってブール、オッケー、ちょっと奥行ってみますか。はい、おー、綺麗、おー、すごい、めっちゃ綺麗、ね、平日なのに人もいっぱいいるね。もうちょい奥行ってみます。風鈴、確かに英語でなんて説明するんだろう。おう、きれい。じゃん、うい、着いた。あ、ここアップ、ズーム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 アップ、オッケー。フューチュー、フューチュームービーなってる。レコーディング、ムービーメイクよ。Thank you。 お二人もウォッシングハンド、ウォッシングハンド、ウォッシングハンド、イエー。この門を通ったらすごいね、なんかおしゃれな感じになってる。ルーフガーデンみたいになってるけど、これ太宰府天満宮です。なんか福岡の友達もいるんですけど、すごい中身が変わったっていう。ジョージが勉強頑張るそうでエマに帰っています。おお、ピンジャーマンかっこいい。ヘイ、フィニッシュ。ルフィ、おお、かっこいいけど何か Let's fight. OK! Everywhere OK! じゃじゃーん。じゃあ、ここじゃあ、こちら。よし、Let's fight! 頑張って。Thank you. お願いします。Yeah, let's play. ファイバイツ、ジャパニーズ。お好み焼き。お好み焼き。広島スタイル。広島スタイル。すごい。どこまで知ってんの？First one. I haven't. She don't eat meat. ああ。肉は食べない。ビーガン。Yeah. No vegetarian.あー、あ、ベジタリアン。なるほど、異文化交流も楽しんでます。カメ発見。いやもう天気も晴れてめっちゃいいですね。メガネ餅いただきます。あ、おいしい、おいしい、おー、デリシャス。あー、おいしい、
バイバイ、ドライフテンマング、グッバイ。次はまた福岡戻ります。バイバイ。最後終わったので夜も行こうと思います。山笠祭り、これが明日が本番らしいので、まあ、明日がリハーサル第1回らしいので、まあ、時間があれば見ようかなと思います。おーすごい、いいね、たまたま巡り会えて YouTuber 魂の火がつくわ。やる人いるな。福岡のウエストしました。いくら丼です。そば、そば、うん、いただきます。いただきます。ジョージが帰るっていうことで Thank you! Thank you! See you again! Goodbye! Goodbye! See you! Goodbye! No, go back! Yeah! Thank you! Nice to meet you! Nice to meet you! Yeah! I'm happy too! Check! Okay! Goodbye! Hi!というわけで外人組とはるちゃんと別れて一旦夜一人でたちを歩いてる感じになりました。でこの後また博多の友達に呼ばれたんでカラオケかな行ってこようと思います。ちょっとね、街の景色だけ見せますか。なんか福岡ね、この屋台の文化がすごいあるらしくて、去年までねコロナの影響とかでなかなかできてなかったらしいんですけど、すごい回復したっぽくていいですね。僕も行ってみたいなっていう感じです。まあ、こんな感じで夜の博多も楽しんでます。じゃあまた行ってきます。バイバイ。はい、今日はね来ました。ちょっとだらしないところ見せて申し訳ないですが許してください。というわけで3日目終了かな。ではまた明日、バイ。はい、4日目最終日です。で今日はもう午前中はいつものゲストハウスで仕事して、ここからお昼ご飯でなんか美味しいラーメンがあるそうなのでそこ行ってからまた午後作業して、夜はなんかみんなで飲み会があるそうなので毎日飲んでますが、そんな感じの一日を過ごしていこうと思います。では行ってきます。ミックさん的にはおすすめは？おすすめもつけ麺。つけ麺、なるほど。じゃあもうそれでいきます。ステーキ丼とキムチフリーとね、はるちゃんとアレックス、いただきます。はーい、ありがとうございます。どうですか、飲み会後の朝に行ってるかな。はい、ありがとうございます。これはやばい。うわ、水か。食べれる分でも。はい。あ、いい。おお、you know?おー、すごい。あー、誰か。You know? Oh? What? Palette of Caribbean. やるじゃん。
が何だかしてお休みをしてるんですけど、この九州にしかないブラックモンブランっていうアイスをゲストハウスの滞在者に紹介してもらって、ちょっとこれを食べながら見たことありますかね、皆さん。僕は初めてでした。うん、おいしい。多分見た通りの味がします。やっぱり食べてまた仕事していきます。はい、とうとう花笠祭りがこの時間からリハーサルらしいんですけど始まるようで、もう道にもね、いろんな人がたくさん出てきています。ちょっとね、男の人も出てきてるので、そろそろ来るのかもしれません。おー、来てる。うおー、すごい。来た。道に展示されてた花笠が迫力すごい。うおー、来た。2個目が来ました。おー、札持ってる。あ、子供か、すごい。おー、地服人。おー、イエー。第3弾、ファイサー、ファイサー、ファイサー。でっかい山笠は地区ごとによって変わるらしいですね。7個あるので、これで5個目だから残り2個です。西流、おー、かっこいい。アレックス、You say、おいしさ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 。というわけで、タイミングがたまたま合えたので、山笠祭りまだここら辺でやってますが、出てきました。もうちょい終わったんで仕事をして、あとは夜パンに行こうと思います。ではまたここまで。いや、あ、おお、惜しい惜しい。ああ、おお。惜しい。すごーい。お。いいっすね。ああ。おお。すごーい。はい、仕事も終わったので水炊きに来ました。最終日の夜ご飯です。いろんなごちそうさまです。いろんな方に来てくれ、ミクさんは2回目ですね、もう。ありがとうございます。これだけ食べます。水炊き、鶏、いただきます。うわ、美味しそう。あざす。社会だったらチリじゃないですか。美味しそう。めっちゃ3回目のデートで、楽しんでます。はい、水炊き食べてまた福岡の夜の街に来ました。ここから行くのは C 社。 C 社です。 C 社、僕人生初 C 社なんですけど、行ってみたいと思います。福岡で来たフリーランスの街。じゃあ、行ってきます。じゃあ、人生初 C 社。人生初 C 社、そうだね。
おお。おお。初。おお。いや、俺映したって関係ない。ダメ。映えるね。吸いすぎちゃうね。どんな顔あーでもいい。いや、この夜景もね、相まって、すごいいいわ。お店の雰囲気。おー、あーいいっすね。ミックさん似合うな。やばい、ユージの MV 見たってる。あーかっこいい。最1年度あげましょうか。おーうお、なんかクリスタルみたいな。オシャンティー、やべえ、オシャンティーとかこれ全部入るわ、音よかった、パンティーじゃなくてこれ見てさ、パンティー明らかないでしょじゃあ、シーシャー終わってお疲れ様でした。ありがとうございます。明日何時起き？ 6 時6pm 6時に起きるか。じゃあ明日起きる、頑張って起きましょう。もう2回は乗り過ごせないから。じゃあ福岡楽しみました。レッツクゴー、4日目終了です。バイバーイ。バイバーイ。おはようございます。僕たちが乗る飛行機はですね、8時ちょうど発なんですけど、ちょうど今時間が7時ぐらいというわけで間に合いました。めちゃくちゃ眠いですが、早めに、ね、ここからもたもたして乗り過ごすこともあるので、飛行機乗って帰ろうと思います。福岡から直接仙台行くよりは、福岡から関西空港行って、関西空港から仙台行く方が飛行機ちょっと安いので、ちょっと関西空港行って軽く仕事してから、仙台帰るみたいな流れで行こうと思います。一応このロビーのところでパソコンの作業もできるそうですが、時間は時間なんで僕はすぐ飛行機乗ります。はい、関西空港着きました。はるちゃんと合流します。はい、関西空港到着しました。しました。眠いね。全然あんまり寝てないからね。俺は2時間半しか寝てない。私もそれぐらいで、ここでまあ3時間ぐらい作業しながらご飯食ってから仙台。じゃあ関西空港で作業していきます。イエーイ。あ、ここなら作業できそう。うん、マックカフェ、あいいね、でかい。はい、というわけでマック買ったので、ここから2時間ぐらいだけ作業しようと思います。はるちゃん、ここからミーティング、食事中ごめんね。はいじゃあやっていきます。はい、お仕事は一段落したので、はい、時間もあるので、お疲れ様でした。山吹さん、お仕事も。関西空港来たので、明石焼きだけね、食べてから仙台戻ろうと思います。はい、今何時だっけ？今ね、11時半ぐらい。ね、飛行機が1時半でしょ。はい、12時半ぐらいにはターミナルに行って、自由だね。美味しいです。突然ですが、食べながら九州旅行の、ね、思い出を簡単に振り返ろうと思います。楽しかった。まずめちゃくちゃ面白かった。初めてだったね。初めてですよ、先生初の。本当に長期滞在したいなって思うくらい、東北フリーランス乗ってるけど、そうだよね、九州に行きたいなって思うくらい。それめっちゃ嬉しいかも。逆にはるちゃん的にはどうだった？でもどうだろう。でもなんか、うん、今回もちょっと福岡っぽいのってなって思ったのが、いろんな人と出会えて、うんうん、また自分の好きな人たち同士が集まる空間が今回すごい多かったから、うちもそれで満足だし、なんかそれがやっぱ福岡っぽいなっていう、うんうんうん、あれでやっぱみんな馴染めちゃう、うん、すごいなって思ってみんなみんなオープンな、まあ、だから一応心残りは豚骨ラーメンと糸島そうですね。4泊5日して豚骨ラーメンが珍しいよね。でもね、いいの、福岡人からしたら。そう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 、それ以外にもつ鍋と、水炊きとうどんね。水炊きとうどんにまで手を出す人はもうこっちからすれば分かってるね、うん、多分仙台っていう牛タンじゃなくて水鍋行くような感じだよね。そう結構地元の人に言われたもん、うどん行ったんすか。いいっすね。おすすめです。はい、というわけで、はい、じゃあ、もうここまで、バイバイ。バイバイ。はい、仙台着きました。お疲れ様でした。4泊5日間楽しかったです。九州案内してくれたから、はい、全国の友達を作りたいなって思ってきた。
いろんな地域の人を知ってこそ東北の島から知る。間違いない。うん、地域は楽しいなって。めっちゃ九州楽しかった。よかった。また来たい。よかった。行きましょう。行きましょう。はい、という感じで僕のチャンネルでは、まあ、フリーランスのリアルっていうのを一つテーマにフリーランスの働き方とか、ね、実際の仕事の内容とか発信してました。まあ、こんな感じでフリーランスの働き方とか、将来パソコン1台で仕事をする生活に憧れなみたいな方は、次回の動画見逃さないようにこういうところでチャンネル登録してもらえると嬉しいです。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。